8日、同性カップルに結婚とほぼ同等の権利を認める市民パートナーシップ法案が承認されたと発表しました法案では、17歳以上であれば結婚に準じるパートナーとして登録できるとされているほか養子を迎える権利、配偶者の財産を相続する権利なども認められています今後、議会で可決されれば、アジアでは台湾に次いで2番目に 同性カップルの権利を認める法律が制定されることになります。